トゥクロール族は西アフリカの民族。アルファセガと呼ばれるトゥクロール族の通訳とその姉妹セネガル側中流を起源とし、セネガルでは人口の約10%を占め、ダカールからマタム、バケルにかけての地方に分布し、農業、牧畜、漁業を兼業している。さらに、現代セネガルでは商人の民族として知られ、 国内で活発に商店を営んでいる一方、ヨーロッパなどに出稼ぎの親類を持ち、流通ネットワークを確立している。また、モーリタニア、マリ、ギニアにも分布する。トゥクロール族は、鉄器時代のテクルール王国王国の子孫である。トゥクロール族は、プルゴと呼ばれるフラにご西部方言を話す。彼らは自分たちのことを、ホピロレンと呼ぶ。彼らの多くは、イスラム教徒で、 他のプル族との違いは、彼らが定住民族である点ぐらいである。トゥクロール族の社会は、拡張制度と十二のカーストに分けられる、階層制度に特徴を付けられる。最高位のカーストは、宗教指導者マラブーラのトーロベと言われるカーストである。エルハジュマルタールが、19世紀、マリでトゥクロール帝国を築いた。ありがとうございます。